スーパー戦隊シリーズ獣犬戦隊劇レンジャー、重犬戦隊劇レンジャーは2007年2月18日から2008年2月10日までテレビ朝日系列で毎週日曜7時30分8時に全49話が放送された東映制作の特撮テレビドラマおよび劇中で主人公たちが変身するヒーローの名称。キャッチコピーは高みを目指して学び、変わる。 ハイビジョン制作。本作品は、モチーフを、中国武術と動物に置く。獣犬と呼ばれる、架空の剣法を題材にし、過去にたもとを分かった、聖者に流派の創国の中で、両派の剣士が、学び成長していく姿を描いている。敵側に、戦隊側と同格の比重を持たせ、並列に描写する、ことにより、大河ドラマ的なストーリー展開を目指した作品である。 スタート時は3人編成の戦隊であるが、中盤から追加メンバーが加わり5人戦隊となる。戦隊メンバーは、正義の流派、劇獣拳、ビーストアーツが組織したスポーツメーカー、スクラッチに所属し、敵対する邪悪な流派、臨獣拳役型は、悪の組織、臨獣殿として暗躍する。物語は、激レンジャーの活躍により、 獣犬の流派が一つに戻るまでを描くため、戦隊の5人、敵側の3人が主人公格の登場人物となる。過去の因縁を感じさせるストーリー展開や、本作品では、トラックスーツ的なベルトのない戦隊スーツをシリーズで初めて採用するなど、随所にカンフー映画の影響が見られ、アクションは、等身大の戦闘に加え、巨大戦においても肉弾戦を主にする格闘が、 メインとなる。また巨大戦時には登場人物によるプロレス中継的な実況が加わる演出が採用された。玩具展開の主力となる巨大戦の戦隊ロボは動物の姿を模したアニマルモチーフでありスポーツ用品をデザインに取り入れている。次々と新たな機体が合体を繰り返し合体数を増していく。近年の作品と異なり三体合体を基本とし、 追加パーツ的な4体目を戦闘形態に合わせて選び付け替える乾燥型の合体形式をとる。チーフプロデューサーの塚田秀明を中心にした若手の多い制作陣によるカンフー映画であり少年漫画をコンセプトとした様々な実験的な試みが行われた作品だったが視聴率及び商業面は振るわず特にバンダイの玩具売り上げは近年にない落ち込みを記録した。 制作側が作品に込めたメッセージは2点ある。1つは、高みを目指して、学び、変わる。というキャッチコピーにもある通り、学ぶことであり、そしてそれによって、変化を恐れずに、変わることの大切さである。そしてもう1つが、受け継ぎ、また渡していくことの重要性である。この2つは、プロデューサーの力が人生において大切だと考えるテーマでもある。 すべての黒幕だった論はドラゴンそのものであり、彼の獣剣、厳重ドラゴン剣は、戯蒸れにそう名乗っているだけで、修行で得,得したものではなく、もともと自己の持つ能力だった。生まれつき完成された能力を持った論には、学び変わるという要素がなく、それゆえに退屈な時間を紛らわすために世界を滅ぼす、ことを思いついたとされ、日々学び成長していった、主人公たち重剣使いとは、 対照的なキャラクター設定となっている。また、作品中で、主人公たちは、師匠から修行を受け様々な技を学び受け継ぐ。最後の敵を倒す、最終奥義も、また、敵側の師匠からの修行によって学び受け継いだもので、ある。平和になった世界で、ジャンたちは、獣剣を学ぶ、子供たちから、マスターと呼ばれる存在へと成長している。 時代の獣剣を担う子供たちへの指導を行う欄や列に見送られ、世界中の子供たちへ獣剣を伝え、同国丸の封印を守る役目を託せる人材を探すためにジャンは旅立つ。首に同国丸をぶら下げて旅するジャンは、異国の街の路地裏で幼少期のリオに似た少年と出会う。その少年に、お前も獣剣やるかとジャンが問いかけたところで、 本作品は終了する。受け継いだものを次世代に渡していくという制作側のメッセージが込められた最終回となっている。獣剣の聖地、獣言語として撮影された高取山公園。作中では、魔害物の正面に聖地への封印がある。獣剣は、獣の力を心に感じ、獣の力を手にする憲法である。古代中国で誕生した、この憲法は、 ある時を境に、正義の流派、激重剣、ビーストアーツと邪悪な流派、臨獣剣悪型に分かれた。そして現代、激重剣は、表向きは、スポーツメーカー、スクラッチを組織し、裏では、最新のスポーツ科学を使いその技を進化させていた。一方、臨獣剣は、リオという青年に率いられ、悪の組織、臨獣殿を再興していた。 受海で虎に育てられた青年、感動ジャンは、スクラッチの女性重役、正木美希と偶然出会い、その才能を見出され、激レンジャーの一員激レッドとなる。ジャンは、宇崎き深見烈といった若き激レンジャーの仲間たちと共に、マスターシャー風をはじめとした、七賢清たちとの修行を通じて、心理体を磨き、学び成長していく。対する、 臨重伝の利用も強さを求め、復身の部下である女性剣士メレと共に、かつての大乱により封印されていた三剣魔たちを蘇らせ、彼らとの修行などを通じ力を増していく。両派の戦いが激化する中、新たに二人の仲間を加え、激レンジャーは五人となる。臨重伝では三剣魔が全員復活を果たし、彼らの技、秘伝林義道国丸によって、 七剣清が封印されてしまう。激レンジャーは、獣剣の聖地で新たに開花した力により剣魔たちを打ち破り、七剣章を救い出す。一方、三剣魔亡き後の臨終伝では、リオの前に謎の青年論が姿を現し、厳重剣の存在を告げる。さらなる強さを求め、論の勧めを受け入れ、メレは、厳重剣の四、幻章に、リオは、 厳重王に姿を変える。新たに始まった厳重剣との戦いの中で、ジャンの父親がリオが過去に唯一倒せなかった、ビャッコの男こと団であることが判明する。ジャンの出自を知ったリオは、ジャンを宿命の相手と見定め勝負を挑む。二人の戦いの決着がついた時、リオの体に異変が起こる。すべての黒幕はロンであり、ロンの目的は、 数千年に一人の逸材であるリオ、世界を滅ぼす、真の幻獣をすなわち、破壊神にすることだったと明かされる。その企みの一環として、幼少時にリオの肉親を皆殺しにし、リオに強さを求める脅迫観念を植え付け、リオの執着の源であるダンにまつわるものを消すために、幼いジャンの村を滅ぼしていたことなど、それまで謎とされてきた出来事のからくりが、 次々とロンの口から告げられる。ジャンとの勝負の決着がついたことで、真の幻獣王への覚醒を阻害していた宿命の相手ジャンへの執着が消え、一度は破壊神へとなりかけたリオだったが、メレに対する思いが人間としての理性をつなぎ止める。幻獣剣を捨て再び臨獣剣士へと戻ったリオと、メレは激レンジャーと協力してロンを倒したかに見えた。 だが、ロンの真の正体は、無限竜と呼ばれる、不死身の存在だった。真の姿を表したロンの攻撃から、激レンジャーをかばい、メレ、そしてリオもロンに、捨て身の攻撃で死を遂げる。不死身のロンを相手に、絶体絶命のジャン、ラン、レッツの三人は、他の二人が時間を稼いでいる間に、リオが死の前に残した、臨儀前臨伝授によって魂だけが、 幻の臨住殿へと導かれ、そこで今は亡き三賢魔たちから修行を受ける。二つの流派は一つに帰り、十賢奥義、道国丸が完成し、それにより論は小さな頭に封印された。戦いが終わった後、激レンジャーの五人は別々の道を歩み出す。眼健な体を誇る野生児だが、幼少の頃から樹海で虎に育てられたため、心の面は幼い感動じゃん。 根性が口癖の努力家で強き正義の心の持ち主だが技が未熟な女性剣士、ウザキラン。そして格闘技に精通する理論派であり優れた技の持ち主だが体の面に難がある深み列。この三人が初期の激レンジャーを構成する。彼らの名字の頭文字を合わせると漢風となり、三人は審議隊のトライアングルで敵と戦う。 中盤からの追加メンバーとして、亡くなったと思われていた列の兄であり、強い意志を持つ深み号、そして遊び人風ながら、天賦の才能を秘め、獣剣の創始者と同じ拳を使える必殺剣の二人が合流する。当初は、互いが互いを補い学び合うことで成長することから、リーダーは不在だったが、中盤で、ランがキャプテンに任せられる。彼ら戦隊チームを、 マスターシャーフーをはじめとしたナナ県生と、スクラッチ社特別開発室の室長、マサキミキが補佐する。ナナ県清は、かつての戦いで、禁断の技を使用したため、反擬人化した動物の姿をしている。なおマスターシャーフー以外の拳生については、カンフー映画で活躍する俳優の名をもじった命名となっている。敵陣営では、誰よりも強さを求める。 林従伝の幻想主流を、そしてリオへの無償の愛を捧げる、若く妖艶な女性の姿をした幹部、メレの二人が主役格として登場する。彼らに道を示す三剣魔は、序盤は封印されており、物語の進捗とともに一人ずつ封印が解かれていく。さらに物語中盤から敵の追加メンバーとして、謎めいた金髪の青年論が加わり、後に、 幻獣剣の4、幻師匠であることが明かされる。獣剣古代中国で誕生した4000年の歴史を誇る憲法とされ、本作品の世界観の要である。獣剣の創始者であるブルーサイーには10人の弟子がいたが、そのうちの3人が裏切りブルーサイーを殺害したことを契機に2つの流派に分裂した。ブルーサ、 E の意志を継いだ七人の弟子が起こした流派が、獣剣の力で世界の平和を守る正義の流派劇、銃剣、ビーストアーツである。一方、裏切った三人の弟子が起こした流派が、獣剣の力で世界の支配をもくろむ邪悪な、流派臨銃剣役型である。この二つの流派の対立により、物語がスタートする、遥か昔に起こった大戦は、激林の対乱と呼ばれ、 最終的に七剣政により三剣和が封印されて幕を下ろしている。劇獣剣の本拠地であるスクラッチの本社として撮影された。人間が近寄れない卑怯の断崖絶壁にあると設定された臨終さ山に築かれた臨獣殿の本殿、臨獣殿として撮影された。獣剣の技は劇中剣は劇技、臨獣剣は林儀、厳重剣は原儀と名付けられており、 それぞれの流派の木を力の源として技を発する。変身アイテムを使っての戦隊スーツへの変身、敵との戦いで使用する武具や必殺技、そして巨大化した敵と戦闘する際に使用する巨大ロボなどシリーズ恒例の一連の基本フォーマットはすべてこの獣剣を用いて発動する。装備中国武術がモチーフの本作品では装備も 格闘武器的なものが中心となる。初期メンバーが序盤から使用する武具は、レッドが激ヌンチャク、ブルーは激トンファー、イエローは激トンファーを変形させ2本つなぎ合わせたコンボー型の激トンファーロングバトンとなる。物語が進み、3人の拳生に弟子入りすることで、レッドは柳葉が棚に似た激セ版イエローは鎖鉄球型武具の 激ハンマー、ブルーは鉄線型武具の激ハンをそれぞれ習得する。追加メンバーの二人は、バイオレットは格闘専門で武具を用いず、チョッパーは獣剣の秘宝とされる探検、ミサオ獣型名を所持する。飛び道具的な武具は、初期メンバー三人が協力して発射する必殺武器、重古武大砲撃バズーカのみである。変身アイテムも格闘的な要素が色濃い。 初期メンバー3人はクローブ型の激チェンジャー。パワーアップ時には爪のついたクリップ型のスーパー激クローを用いる。バイオレットは無栄体風の戦闘スタイルを活かしたゴングチェンジャー。チョッパーは変身アイテムとブグを兼ねる手刀の形をしたサイブレードを用いる。技激レンジャーが用いる激技はレッドが使用する方法弾のように同じ漢字2文字が先に並び、最後に 玉、斬、宿、拳といった攻撃手法を表す漢字が使われる形が一般的である。各キャラクターにはそれぞれの特性を生かした様々な専用の激技があり、戦闘形態に合わせて使用される。必殺には激技部かに3人の激器をチャージし、その器を弾丸として放つ激劇法などがある。また、臨重剣では臨臨氏が臨技で獣人化する。 獣人体は胸部にモデルとなった動物の頭部がついている。この獣人化した敵が、いわゆるゲスト怪人の位置づけであり、毎回の倒すべき相手となる。彼らはピンチになると、倫理で巨大化する。巨大化に本作品の合体形態は、激ビースト三体による合体を基本としている。レッドが呼び出す激ビーストが上半身、他が呼び出す激ビーストが それぞれ一体ずつ片足を構成する。これを獣剣合体と呼称する。合体後の操縦はモーショントレース方式によっており、コクピットに相当する部分にいる激レンジャーの動きに同調して動く。師匠として激レンジャーを導いていく七剣生のよう、マスターシャーフの声優にはベテラン長一郎を起用。他の拳生の声には、 名前の由来となったアクション俳優の吹き替え声優が起用されている。変身後の戦士を演じるスーツアクターは2001年の百獣戦隊がオレンジャー以降多くのレッドを演じてきた福沢白文が前作55ゴーゴー戦隊冒険ジャーに引き続きレッドを担当。後一点のイエローには若手の瞳さなえが抜擢され、バイオレット役の聖家、チョッパー役の渡辺と共に 戦隊役のレギュラースーツアクターの5人中3人が初の戦隊担当という目新しい顔ぶれとなった。また、中国武術指導を務める北川つとむも七県勢の一人として出演している。括弧内の数字は登場話数を示す。各話のゲスト会人を担当する声優は放映リスト説を参照。ありがとうございます。